増田義和増田義和は日本の出版人、政治家、越後国出身、東京専門学校卒、読売新聞社に入社。1895年学友の三岡伊一郎が創刊した実業の日本の編集に参画するが、三岡が病気のため編集、発行権を譲られ、1900年読売を退社して実業の日本社を創立。 社長となる。1906年、婦人世界、日本少年。1908年、少女の友を、創刊。1937年、新オンラインを創刊するなど多くの雑誌を刊行。大日本印刷などの創立に参加、日本雑誌協会会長。1912年衆議院議員となり、当選8回。1931年衆議院、副議長。 abcd 渋沢栄一と増田義和企画展渋沢栄一と実業の日本開催にあたって資料館だより渋沢資料館公益財団法人渋沢栄一記念財団 www.shibusawa.or.jp 2019年2月25日閲覧 ab 実業の日本社会社証紙実業の日本社 衆議院歴代議長、副議長一覧。www.shugin.go.jp2019 年2月25日閲覧。官報第4438号、付録、事例2941年10月23日。ありがとうございます。